続いてはスポーツといっても、今回は頭脳を使ったスポーツを紹介します。男女がペアを組んでの白黒つける真剣勝負を取材しました。28秒。今日大会の会場では真剣な表情で碁盤を向き石を打つ選手の姿が。ただ通常の囲碁とは違い、男女が隣同士となり打ち合っています。その名もペア碁。使うのは通常の囲碁と同じ板と石ですが、対戦するのは2人対2人。男女がペアになって必ず交互に打ち合うルールとなっています。またペアでの戦いならではのこんなルールも。対局中は会話が禁止となっているんです。作戦を話し合うことやサインを送ることなどは禁止されているため、自分が思ってもいないところにパートナーが打ってしまうという難しさがあるんです。しかしパンフレットの一文にあるように、勝つと嬉しさ2倍、負けても悔しさ半分が魅力の頭脳とメンタルのスポーツです。別のフロアではプロ1人が一般人4人と一度に対戦するコーナーも。プロにアドバイスをもらう子どもの姿もありました。この中から将来の名人が生まれるかもしれません。今回のイベントは今日1回戦と2回戦が開かれ、明日準決勝と決勝が開かれます。